はい、おはようございます。ケワイシヒデこと池端秀樹です。今日もメイクアップで笑顔を増やそうの番組第102回のライブ配信となります。よろしくお願いします。まずね、アイメイクですね。アイメイクで一番多いのがやっぱりその目尻側がですね、こうたるんできて、その上の上まぶたが目尻の方にかぶさってくると。で、もともと二重でパッチリだった二重でも、なんていうかな、ちょっとこうかぶさって、あの上にですね、二重がなくなってくるみたいなね感じで、それって例えばですけども、アイライン引いてもほとんどアイラインが見えないとか、まあ、そんなことに、ね、なったりすることもあるんですね。で、その引き方ということをちょっと今日お知らせをしていきます。この右半眼と左半眼、全く印象が変わっていると思うんですね。で、まあ、ポイントとしてはまず、まあ、眉毛もあるんですけど、まず目元からやりましょう。目元、大事なポイント、このアイラインの引き方と、でマスカラと、それから下のアイシャドウの入れ方、この3つのポイントでですね、このイラストはですね、もともとこの若いお顔をしてるんであんまり分かりませんが、これ実際目尻側がこう垂れてくるような感じに見える方、目尻側の上まぶたがこうかぶさってくるみたいなね、そんな場合に引き方なんですが、通常、まあ、20代の頃にやってたアイラインの引き方をそのまま、目尻のカーブに沿ってずっと延長していくと、この目尻が垂れてきた時に目尻の垂れを自分で強調しているような、そういう風なアイラインになりがちなんですよ。ここ下がっていくのね。これを右見てください。これそのやり方なんですよ。右の場合、これものすごく垂れていってるように見えるでしょう。これがアイラインを引いていく時に、この目尻までこの際をずっと引いていくもんだというふうにして、まあ大体20歳の頃はやってるわけですね。で、そのままいくとですね、こうガチッとこう下がっていく。かといって上こうパッとこう跳ね上げようとしすぎても、これまた、目尻の方から飛び出してしまって、こんな風にしてなんかこう線が、わざとらしくついてると、そういうことも起こり得るんです。で、それを解消するためにこの左側の半眼を見てもらうと、僕の場合はこの黒目というこの黒目のですね、中央、ここですね、真ん中のあたり、ここら辺に、太めのアイラインを少し引きながら黒目を縦に広げます。で、ここ太めに引いても大体ですね、上まぶたがこう垂れてきてる方っていうのは、こう二重がこうほとんどないんで、アイライン引いてもかぶさってですね、見えなくなるんですよ。だからちょっと太めに引いて、それからこの延長上はちょっと少し下げるんじゃなくて、少しこう上に、まあ、平行っていうことはちょっとやりすぎですけど、こう下がってる目尻よりかちょっとこう上にこう意識して描くんですね、これね。そしてこれを描くと、ここが空間空いてしまうんで、空いたところをこの下側の目尻のこの延長上、目尻からずっと上に向けてるこの方向、この方向性にちょうど同調させるかのように、ここにアイシャドウの、まあなんていうかな、ブラウンとかちょっとこう、ボルドー的な、あまりこうクマみたいにならないような色をここに仕込むんです。そうするとですね、自分の目尻のラインがこうぼやけるんですね。そのことによって、ここの部分が目尻が、垂れが分かりにくくなって上に向けるような感じになります。で、もう一ついいことが、この下のこのアイシャドウをさりげなく仕込んでいって、この黒目のところまで持っていく。この時に黒目のところとここの部分を平行になるように、目の位置がこう平行になるようにちょっと意識するんですね、ここですね。で、あんまりこの目尻の下にアイシャドウを塗らない人多いと思うんですが、ここはですね、あんまり濃いブラウンでなくて、ちょっと本当に先ほど言ったボルドーとかピンクのくすんだ色、そういった色をここに仕込んでいって、もちろんこれグラデーションします。そしてそうすることによって何がいいかというと、後から、まあ、チークっていうのを塗りますよね。そのチークとここのアイシャドウの空間がですね、色でグラデーションで縮むんですね。これが色があることによって、ここのチークとの距離が縮むから、何がいいかというと、だいたい40、50になってくると頬もちょっと垂れてくるんですよ。ここら辺の頬のたるみというのが、ある種そのこのチークの上昇部分と目の間隔が短くなることによって、ここを若返るんですね。こういう効果もあるので、チークを上に少し斜めに入れながら、ここもアイシャドウでグラデーションして、この間にですね、ここにハイライトを僕は入れるんですね。
そうするとこのちょっとこうイラストで描いてるんでこう白っぽくこういうふうに見えますけど、この白の上昇がね、お顔をこう吊り上げていくようなそういうイメージになるんですね。これがまず一つね、アイラインの引き方とアイシャドウの塗り方、それからマスカラですね。これ右側見てもらったわけです。大体マスカラっていうのは目尻から全部こう皆さんねいっぱい塗ったらいいわっていうふうに塗ってるんですが、ここもね垂れてきたもしくはその目の形によってねマスカラの強調する部分を変えるんです。まあ、これは目尻に強調した場合はこれ目尻の方が垂れてきたら目尻に強調がいくんで、やっぱり垂れた位置が余計に強調されるわけです。でそれに比べてこの僕の描いてるのは目の目頭から中央ですね、黒目の瞳の中央、ここら辺を強調してこうですね、強調しながらここをボリュームアップするんですね。で目尻の方はちょっとこう抜き感を入れる。そうすることによってここに強調するので目がここに行くわけですね。そうすると可愛らしくなるし、縦に目元が縦に広がることによって若々しくなるというのが一つね。これが目元のアイライン、目元のアイメイクの仕方です。でこれに並行してやらなければいけないのは眉ね。この眉の方もこのアイライン見てもらったことで、アイラインをちょっと上昇にしたところに同じように平行になるようにここも計算してるんですよ。このアイラインがこういうふうに上がっているのに目尻の眉、ごめんなさい、眉尻のラインがキュッと下がるとですね、こうぶつかりますね、交差しますね。そういうのちょっとこう不自然なんですね。だからこう一つのベクトルを合わせていくっていうのが大事で、年齢とともにこの下がったままアイラインを描く人が多いです。もしくは、アイラインじゃない、ごめんなさい、眉尻ね。それは何かというと毛が生えてるから毛の生えた状態のところをそのままなぞる人が多いんですが、ある程度皮膚が下がってきたら毛が生えてるところも下がっていくから、それをそのまま描くとですね、はい、私ここまで下がりましたということを強調するような眉になってしまうんですね。これはまあちょっと特別下がったようになっているように見えると思いますが、これ半眼で見てもらったときすごく老け感あるでしょう、ね。でこれまあちょっとあえてですね、この目頭の、まあ、こういうところにもクマとかですね、こういうラインができるんですよ。ゴルゴラインとかね、こうできます。でこのほうれい線とか、口角のあたりがくすんだりします。こういうところをですね、実は、テクニックでこういう左側ねやってますけど変わるわけですね、はい。今はちょっと眉のことをお話してますんで、まあ、眉のポイントとしては、少し眉頭から眉山に向かうラインを立ち上げるというイメージね、こうイメージで、毛がここら辺にあるから描けないよっていう時はその毛を、下の毛をコンシーラーとかねこうちょっと隠してですね、で自分の理想の眉をこう描いてあげる。こういうのもねちょっと一つの技術を覚えるとそんなに難しくないので、今眉の専用のね、コンシーラーも出てます。眉消しのねコンシーラー出てますんで、そういうのを使ってやります。そうすると自由自在にこの眉の形が変えれる。ポイントね、分かってもらいました。であまり長く引かないか、眉尻を長く引くと引いた分だけ、長くなった分だけその自分の皮膚の側面の皮膚がここまで下がってますっていうのことがより強調されるということも、これがあるんですね。だからここは見てもらったように、この長さは こちらの長さに比べて短めにスッと抜き感を入れて止めてます。これも大事です、ね、眉尻の長さ、これは、口角と目尻を結ぶラインで止めてます。こっち側、昔からよく言われる目尻と小鼻の延長上ぐらいまで長くなっています。まあ、こういったことを1ミリ、2ミリですね、短めにするだけでも印象が変わるっていうのがまずね、言えると思います。まず一つ、アイラインの引き方ね、場所によって太さを調整してくださいよっていうのをお話をしましたし、それからマスカラの付け方ね、目頭と中央強調ということをしましょう。それから下まぶたのアイシャドウを目尻を平行気味にですね、こう垂れた部分を平行に見せるように、色付けをしてあげて、その目尻の先ほど描いたアイラインに向けて同調するようなベクトルを作っていく。そこを空間を埋めるみたいなね、そんなイメージで持っていく。それから眉は、眉の立ち上げですね、眉頭から眉山に向かう意識、これを持っていくね。それから、まあ、角度ですね、この眉尻の角度は目尻カーブよりやや上昇というね、この目尻のこのカーブ、この普段はですねこの目尻のカーブに平行に行ったらいいんですけど、ここが垂れてきて困ってるんで、垂れた部分で平行に行きすぎると
垂れた感覚の目を、まあ、強調するということですね。なんか少しだけ上、基本的には平行にしてくださいって僕はいつも分かりやすく言ってますけど、まあ、ここはですね1ミリぐらいね、あんまり極端に上上げすぎるともう本当に頑張りすぎて目と眉が離れすぎてますよみたいになってしまうので、そこはちょっと気をつけてもらうというのはありますけどね。それからですね、今度はですねちょっと今言ってなかったんですけど、眉のねちょっと右と左見ていただいたわけですけど、濃いめにこう眉を描いて細めにラインを描くとちょっと老け感が出るんですよ。だからちょっとでも、まあ、今若い方々がされているような眉を見てもらったら分かりますけど、一応髪の毛の色と黒目の瞳の色の中間色っていうのは言ってるんだけど、その色をちょびっと軽めにするんですね。で軽めにして太めにすることによってすごくトレンド感が出ますから、まあ、今僕は結構ね、プチプラコスメとかをちょっとおすすめして、とりあえず失敗してもいいからっていう値段でやってみてくださいということで、僕はライトなブローマスカラを活用するっていうことをおすすめします。まずパウダーとかで一応もちろん描いて眉を整えるんだけど、最終的にこう濃く映りすぎるとどうしてもこう頑張りすぎた感とか強調がすごくいくんですね。これは撮影の時なんかはそれでいいんだけど、そうでない時は日常生活の中ではやっぱ若々しくいたいと誰も思いますよね。そういう時はちょっとね眉にね、使ってない方はぜひねこのブローマスカラっていうのをね活用してください。これ僕毎日ですねここブローマスカラっていうかブローマニキュアみたいなのを使って僕の場合は白髪とかをうまくごまかしますけどね、まあ、そういうのするのとしないのでは全く違うということになります。はい、最後リップですね。リップの口角ね、これはまあコンシーラーとかでこのほうれい線とか口角の部分を、うまくくすみを消してくださいっていつも言ってるんだけど、今日はポイントとしてまずここのここですね、これ右と左見ていただいて分かります、かなり口角上がってますよね。これねマスクを今されて2年3年経ってる人が多いので、自分がこうマスクしてるときは自分の表情を別に相手に見せることないから、まあまあ済ました顔でしてることが多いんですね。そうすると普段から笑顔でやってた人もマスクをすることによってもう別に笑顔いいかみたいな感じで口角がだんだん下がってます。で皆さんここで悩んでるのが、この蒸れたことによって今度マスク外したときに一気にねこの水分を取られてしまうんです。そうすることによって非常にここ乾燥をするということが起こります。それから表情筋からするとそこの部分の表情はあまり動かしていないので、ちょっとマスク取った時になんか老けたって思う人が多いと思いますが、これ口角を常に上げるような、まあ、フェイスラインの、ね、意識をする。でメイクをする時もここを必ず口角を、コンシーラーとかでこううまくねこの白のラインねちょっと入れます。で入れてそれからリップラインを少し、口角を締めるっていうんですけど、ちょびっと上にですね引き上げるような描き方をして、それと上唇が薄い方は特に上唇のここですね、どうしても垂れてくるとここにもラウンドという丸みがなくなってくるんですよ。ちょっと富士山みたいにねこのストレートみたいなこう薄いこういう口になってくるんですね。これをですねちょっとラウンドさせるんです。丸みを持たせていくんですね。丸みを持たすようなリップラインを取ってあげるとですね、これ右と左見てもらったら分かるようにかなりふっくらした状態で、しかも口角がクッと上がる。このことによってこのチークとリップとこのアイシャドウのこの3つが連動して、この3つの、まあ、重ね技でグッと上がる。そして眉アイラインとこういうふうにして半顔見てもらったら分かりますけど、これイラストで描いたわけですよ、ね、これぐらいですね非常に変わるということが分かってもらいます。だからこれ普通に何も意識せずに、そのまま自分が10年20年経ってまたその皮膚がどんどん下がっていった時でもそういうのを意識してちょっとこうメイクの力でパッと若返ることによって、脳は自分はまだまだ若返ってるんだという意識をきちっと認識してくれるんですね。これがどんどん下がって下がってどんどん老けた顔やっていうふうに自分が鏡で見るごとにそういうふうに言えば覚え言ったり感じたり思ってる、その瞬間に脳はそれを認識していくんですよ。だから怖いのはそういうふうにならないように、老けたなってもし感じたらいや大丈夫ってこのメイクの力で毎朝顔を変えてそれを見ていく方にします。そうするとそっちに皮膚というのも不思議なもんで引き上がっていくっていうふうに覚えておいてください。もう諦めてしまえばそれで終わりみたいなねなるんで、諦めずにやってもらいたいなと思いますね。
はい、それではね、良い日曜日をお過ごしください。今日は一粒万倍日という日曜日でね、素晴らしい日でございます。9月11日、102回目の放送でございました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。